三浦アートビレッジで第13回愛媛工芸作家展が開かれています。毎年恒例となったこの愛媛工芸作家展、今回は愛媛を中心に活躍している16人の作家が陶芸や銅版作品など76点を出展しています。愛媛県のさまざまな工芸作品が一度に展示されているのと、作家さんによる工芸品の販売なんかも行われておりますので、愛媛の工芸というものに触れるいいきっかけになる展覧会なんじゃないかと思います。こちらにある宇野君恵さん、あの藍染めの作家さんの作品なんですけど、こちらの群れという作品は全長10メートルの藍染めの、イワシを表現した作品で、海面に向かってあの渦を巻いて登っていくイワシを表現している作品で、あの面の生地が透けてよりあの魚が群れている様子というのを表したとても迫力ある作品になってます。愛媛の工芸作家さんの最新の力強い作品が揃っておりますので、ぜひこの機会にご覧ください。さまざまなジャンルの作品が並び、どれも見応えがあります。この第13回愛媛工芸作家展は4月14日まで三浦アートビレッジで開かれています。